けど、そうすごい辛かった。そう、もう次の高低差やダンスやって、次ドッジボールよ。何ドッジボールって。いや最後にしようよね、モハムルーマーは。本当に。もうみんなね、なんか前日が、収録の前日が新世代コンだったんですけど、もうみんなテンションおかしかった。そう、もうハイテンションすぎて、逆にね、戻りたくないですね、モハムは。もう終わり、もう踊りたくない。そう、最後は結構なんか面白い、次は、次の回は結構面白いことやってるので、ぜひ見てください。なんか簡単そうでもちょっと難しそうなものやったりとかした。いいよ。そう、でも1ヶ月前なんでね、もう収録が、もうあんまりそんなすごい鮮明に覚えてるかって言われたら覚えてないので、あんまり。そう、正直に言うと覚えてない、あんまり。もうその日も帰ってすぐ疲れて寝てしまったので覚えてないですね。ちょっと、おはようございます。あれ、顔が寝起きすぎる、ダメだ。ああ、オレンジジュースで美味しい。そう、最近やツイッターのいいね欄を見るのにハマってて、自分がね、自分がいいねしたのにハマってるんだけど、そう、もう新世代コンも1ヶ月前とか、やばくないですか。1ヶ月前って何、ほんともう23日でしょ。やだー、もう1月が終わっちゃう。もう1月なんかほぼ何もしてなさすぎて悲しい。ほんと早く収束してくれないかな。今日は何の仕事、言えません。言えません、言えないです、シークレット。言えません。いや、でもいつかは分かるんで、待っててください、その時まで。ただ今は言えないよ、ダメ。まあ1月はもうきっと公演がないので、まあ2月ですね。目を覚ましてから目覚まされる。そう、起きたくないのにさ、そう、朝早くすっごい泣くから犬が、起きちゃう。二度寝するけどね。おはようございます。さっき起きたばっかりすぎて声が出しづらい。おはようございます。おー、びっくりした。もうあれだね、声からして大型犬
トイプードルだっけ、うん、キラ君はトイプードル。だけど今泣いてるのは違う、別のあのご近所さんの犬です。そう、ご近所さんにね、犬めっちゃいるんよね。そう、犬、そう、めっちゃいる。おはようございます。そう、犬飼ってる人が多くて、そう、あちらこちらにいらっしゃる。だから普通になんか散歩してる人とか多いです、ご近所さん犬を。そう、全然この辺に住んでないけど、そう、この辺で散歩してるみたいな、その人とかもいたり。お腹すいた、ダメだ、お腹が空きました。とても、犬の散歩って遠くまで歩きたくなっちゃう。でもなキラ君が、おじいちゃんが散歩してくれてるんだけど、なかなか帰ってこないよ、ほんと。そう、どこまで歩いてたんてぐらい、あのね、帰ってこないです。めっちゃ長い、30分はかかる30分かかりますね、キラ君は。それ以上、そうか、ほんと全然帰ってこない、散歩に行くと。そう、キラ君ももう、まあ、そんなに若くもないけど、でもなんかそんなに、なんて言うんですか、おじいさんの犬でもないので、そう、そうなんだよね、絶妙なラインですよ、今。そう、でも昔に比べたらね、それは年は取ってるから。そう、そうなんですよ、はい、おはようございます。そう、超絶妙ラインに今いるからさ。犬の散歩したことあります？え、あるよ、あるけど5回くらい、5回も行かないくらいです。そう、あんまりしない、あんまりしないでかしたことないですね。そう、でも将来欲しいんだよね、犬。早起きした、まあでもここ最近で言えば早起きかな9時15分ぐらいに起きました。そう、9時15分ぐらいに、さっきやん、ほんと。おはようございます、ギフトありがとうございます。宮丸とゆずぽがジャージだけ足りてない写真面白かった。どんな写真だ。でもゼロパジですよね、あれ。ゼロパジのジャージさ、みんな同じサイズなんですよ、なんか。いや、みんな同じサイズでさ、そりゃ身長低い人でもぴったりサイズなだったら、身長高い人足りんやっけみたいな。そう、もう足首見えてんのよ、私と宮丸だけ。おもろいよね。そう、みんななんかサイズが一緒で、そう、どう頑張っても F になるから、そうだったら見せていこうっていうことで
ていう。そうでも赤のジャージ可愛いよね。なんか放送っていうかツイッターとかも見てて思ったけど、赤のジャージ可愛い。赤いいよな。そうみんなサイズだった。 M かな、 M サイズでした。 M サイズでした。みんな竹の足りてない感じが絶妙に足りてなさすぎて、なんかもうもはやダサいみたいなそう全然足りてないとかでもないから、そう本当にちょっとの差なんよ。そうだからもう本当にダサくて、そうでもどう頑張ってもああいう風だからまあいっかって言って下げパンめっちゃしてました。もう腰とかじゃない、そうめっちゃ下げてた。そうルーちゃんとかで結構ぴったりだみたいな感じの丈だったので、そうそうなんだよね。でもゼロポジの収録の時にスタッフさんが用意してくださるああいう衣装とかは、そう結構みんなもサイズ同じみたいな、人によってそんなちゃんとした衣装っていうわけではないので、そうそうなんですよね。ショーパンならよかったのに。いや寒いんで無理です。え12月だよ、寒いよ、無理だよ、風邪ひきますよ、無理無理、足なんて出してられない。おはようございます。10時までやろう、ちょっと霧がいいところまで。おはようございます。うん、眠たい、移動時間寝そう、めちゃめちゃ寝てしまいそうです。収録場所寒かったのね。いやあったかいとは言えないみたいな、もうほんと冬の体育館みたいなところでしたまあ今って多分中学校とか、まあ、小学校とかもだと思うんですけど、暖房とかクーラーついてるはずなんですけど、ほんとになんか、まあ、冬の体育館にいるみたいな感覚でした。そう私なんかもう動きの差が激しすぎて、そうクイズやったり踊ったり、まあ、他次の収録で次の収録ってか次の放送で分かるんだけど、まあ、ドッジボールやったりなんか動いたり止まったりするなんか交互すぎて、そうもうずっと寒かった、なんか寒すぎました。ぶら下がりももうちょっとやりたくないですねしんどかった、もう無理、思い出すだけで結構しんどい。ぶら下がりあのジャージ寒そうだもん、だってあれ中に何も着てないもん、ジャージ着て T シャツみたいな着て、もうあれよ
そりゃ寒いわ。そりゃ寒いわ。ドッジボール得意。ドッジボールは、まあ、できないわけでもないしできるわけでもない絶妙ラインです。ただ上手か下手かって言われたら下手かな。そう、球技苦手なんで。そう、なんか小学校とかでもドッジボールするような子じゃなかったので、そうだから全然速いボール投げれないし。私なんか今回のドッジボールはコートが狭すぎてもう、そう、難しかった。コート狭みたいな。そう、広いと多分結構やりやすいと思うんですけど、そう、狭いと狭いでやりづらかった。ドッジボールとか久しぶりにやりました。楽しかった。普通に純粋に楽しかった。そんなあの勝負とかの以前に楽しんでました。自分がそう、なんか収録がなんか何回か止まるんですよ。セッティングみたいな準備の時間とかがあるから、その休憩時間もドッジボールしてた普通に。元気すぎや。おはようございます。でもやる機会ないよね、なんかそういう企画とかじゃないと。もうドッジボールとかやろうってならんもん、そんなに。やろうってならんよね、声かし。神田橋先生が来た時にあみちゃんの興奮がすごかった。いやね、本当になんか台本に書いてたか書いてないかが忘れちゃったのでちょっとあれなんですけど、そう、もう興奮してんなって見てて感じました。いやでもすごいね、本物の振り付けの方が来てくださるって相当すごいと思う。そう、なんか審査大根でやってたメンバーはその振り付けの先生じゃなかったので、そう、違う、また違う方が振り付けしに来てくださったみたいなんですけど、今回の収録はちゃんとあの高校、今も高校の先生してらっしゃる先生が来てくださいました。すごいよね。やっほー。寒っ。寒っ。おはようございます。やっほー。今日寒いかな、外。どう
どうしよう、どんな服着ていけばいいんだろう。暖房つけてないの？つけてないです。すぐこの部屋出るから。出ない、出ないじゃない、つけない間違えた、つけません。寒いよな、やっぱ。どうしよう、どんな服着ていけばいいんだろう。仙台より名古屋寒いらしい。どういうことだ。引きこもろうよ、仕事なんで無理です。いや、なかったら引きこもってるわ、とっくのとっくに。まだ起きてないですよ、そんな。なかったら余裕で寝てる。どうしよう、どんな服着ていこうかな、何がいいかな。そう、でもね、ダウンをゲットしたので、もうダウンを着ていくの決まりとして、ダウンに合った服を着ていかないと。だからきっと難しい。おはようございます。ダウンはこの時期最強ね。いや、もうダウンはなんか着た瞬間からあったかすぎて最高、最高です。本当にダウンしか勝たない。雨降るんかね。いや、でも今日はそんな外でお仕事とかじゃないので大丈夫。そんな中なんで大丈夫です。そう、でも行きに雨が降らなければ大丈夫だけど、行きに雨降られたら困るな、ちょっと嫌だ。ダウンは着ていきます。おはようございます。雨とか本当やめてほしいやめてほしい。寒い。あ、10時だ。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。仕事頑張ります。行ってきます。バイバイ、ありがとうございました。またね、行ってきます。まだ行かないけど、バイバイ、ありがとうございました。バイバイ。